んにちは、ホテル暮らし YouTuber の静香です。今日は沖縄に来てからもうすぐね1年が経つので、沖縄移住のメリットとデメリットを紹介していきたいと思います。このチャンネルでは沖縄のことやホテル暮らしのことを発信しています。気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を最後まで見ていただいて、この動画が役に立った、良かったよっていう方は高評価ボタン、いまいちだったなっていう方は低評価ボタン、どちらでもいいのでよろしくお願いします。高評価の場合は素直にね嬉しいなって思いますし、低評価の場合もこれからねいい動画を作っていく参考になったり励みになるので、ぜひ評価の方もよろしくお願いします。では早速なんですが、昨日は沖縄移住のメリットを紹介させてもらったので、今日はデメリットの方を紹介していきたいと思います。デメリットその1、湿気がやばいです。だいたい梅雨の時期になると、どこもね湿度が高くはなるんですけど、沖縄の梅雨の時期の湿度は本当にすごいです。2、3日部屋を開けるときに本当にエアコンとか除湿器をつけないと一気にカビが生えます。去年の梅雨の時期にホテルを予約して部屋に入った瞬間、ベッドのクッションとかマットが全部黒いカビだらけだったことがあります。その動画も一応 YouTube に上げてるので、気になる方はぜひ見てください。あとは Airbnb で予約した部屋がちょっとカビ臭かったり、テーブルにカビが生えてたりと、結構数日間人が入っていない状態だとすぐにカビてしまうので、沖縄移住してから数日ねちょっと出かける時でもエアコンは必ずつけっぱなしにすることをおすすめします。デメリットその2、騒音がすごいです。日中は軍用機が飛んでいて、ホテルや部屋の中にいてもブオーっていうような音がかなり聞こえます。旅行中だとあんまり気づかないと思うんですけど、やはりしばらく滞在するとかなり気になるようになってきます。今はリモート会議などができるようになって、沖縄でワーケーションなどを考えている方も多いと思うんですが、結構動画を撮っていても部屋の中でね窓を閉めていても、この軍用機の音っていうのはかなり気になると思います。あとですね、沖縄にはまだ暴走族やヤンキーがいます。なので私もたまに大通り沿いのホテルに宿泊したりするんですけど、その時はね夜暴走族の音とかが聞こえるので、ちょっと眠りの妨げになります。北部の方とか田舎の方に行けばそんなに気にならないかもしれません。移住を検討されている方はちょっと場所も検討した方がいいかもしれないです。デメリットその3、渋滞がやばいです。今私が宿泊しているチャタンの方から那覇の方に行くのに大体30分ぐらいかかるんですけど、ハイシーズンとか観光客がどんどん増えると、どのくらいですかね、1時間ぐらい時間がかかるようになります。っていうのも、チャタンからね那覇に行く、通り道がね1本しかないんですよ。こう脇道を抜けてショートカットするとかができないので、本当にその道が混んじゃったらアウトですね。なのでレンタカーを借りる時とかも余裕を持って移動することをおすすめします。デメリットその4、虫が多いです。はい、温暖な気候と、自然豊かな沖縄なので、どうしても東京などに比べると虫が多くなります。なので虫が苦手な人は要注意です。はい、でね、私もね虫は苦手だったんですけど、虫って気持ち悪い虫以外にも、なんか蝶々とかトンボとかもいるんですよ。なので私はねそういった蝶々とかトンボを見るたびに、なんかこう季節を感じることができたので、マイナスだけではないのかなっていうふうには思います。あとねそのうちね虫もこう慣れて、これね止まってもね
こうやってできるようになるので、まあ慣れます。はい、なので、まあ、自然が豊かな沖縄には虫はつきものだと思って移住を検討されてください。デメリットその5、生活環境ですね。はい、那覇とか観光地は栄えているんですけど、大都市の人からするとやっぱり商業施設が少ないなって感じることもあると思います。まあ、もともとね物欲がなかったりとか欲がなかったり、そういった人にはいいと思うんですけど、私はね東京に住んでる時に、暇さえあればザラとかね商業施設を見て、ウィンドウショッピングをね楽しんでいたので、そういった方にはちょっと物足りないかなって感じちゃうかもしれません。でもね、今はネットが普及していて、どこでもオンラインでお買い物ができるので、そんなに気にならないかなって思います。強いて言えば、発送機ですね、送料がちょっと高いぐらいです。あとはスタバやレストランがなくても、近くでお弁当やコーヒーをテイクアウトして、海の近くでゆっくりするだけでも結構満足度の高い時間が過ごせるので、私は結構移住後のおすすめの時間の過ごし方ではあります。はい、そんな感じで今日は沖縄移住のデメリットを5つ紹介させていただいたんですが、沖縄に住んでみたいなとか移住を検討されている方はぜひ参考にしていただけると嬉しいです。では今日はそんなところで終わりたいと思うのですが、このチャンネルでは沖縄のことやホテル暮らしのことを発信しているので、興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。あとこの動画がいいなと思った方は高評価、いまいちだったなって思った方は低評価、どちらでも大丈夫なのでぜひよろしくお願いします。では、はい、今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね。バイバーイ。君の魔法が輝いて、僕の心を静かに照らす。キラキラ光る星のような君の魔法は眠ってる。少し昔のある話、君と僕が出会ったあの日、キラキラ光るそのページを君とめくる物語。